はい、皆さんこんばんは、おはようございます。そうですね、皆さんはおはようございます、アンドこんばんは。こちら私たち12時でございますかね。12時ですね。もうしこたま飲んで、しこたまご飯、しこたまご飯はまあ俺が作って食ったんだけどね。そうですね、しこたま飲みついしましたね。楽しんだ一日でございました、そして今日ちょっと今日のダイジェストをじゃあ先に話させていただきましょうか、はい。この私たちの目の前にあるこのワインに関しては何のラベルもできていません。ここに RG って書いてありますね。これに関してはね、ロベールブラン、ちょっと後話そう。今日は一日、まずは朝9時から、朝の生中継やったのが、ボーヌロマネの朝の日の出を見ようっていうやつでしたね。日本だと夕日ぐらいですかね。そうだね、ちょうどそのくらいだった気がする。ちょっとね、そこまで行かなかったかな。夕日まで行かないかもしれない。朝8時だったから向こう、はい、日本だったら朝、ああでもギリギリか、4時ぐらいだったからね。そうです、4時ぐらいでギリギリだったね、確かにね。まあちょっとね、そんな感じです。はい夕日になるぐらいかな。うん、まあそうだったね、はい。まあそれでこう行きつつで、結局まあ明王神ミュゼに行きまして、で明王神ミュゼでワインテイスティングさせていきました。そこでね、偶然ね、あとね、南アフリカのねワインのインポーターさんとね、4名、非常に仲良くなってね、美味しかったね。まあとりあえずもういろいろと飲ませてもらって、特にね面白かったのが、ニュイサンジュールとボーヌロマネの境界線の、あのプレミアクリュー、ニュイサンジュールオーブーツ、あれ良かったんだよ、あれ美味しかった。もうほぼボーヌロマネ、ほぼね、正直ね、ボーヌロマネだった。ニュイサンジュールって言われた瞬間に嘘でしょと思って、新庄さんがね、まあ、何今買ったやつですね。そうだね、オーブーツ下味したのやばいやばい。で結局オーブードでも、そのまあクロパラント、クロパラント、ね、そしてリシュブル、リシュブル、やばかったね、すごいですね、今回に関しては。えクロパラントってたのか、もう僕飲んだ瞬間におかしいと思ってさ、プルミエクリューだけどこれは絶対グランクリューの味わいだ、おかしいなと思って聞いたらクロパラントって言われて、グランクルじゃん、ほとんどと思いながらね。で、そこで1名っていうのは、ね、つまり誰かっていうのは、このね、日本にやってるバカだと思いますよ。おい、新次郎、お前見てんだろ。あ、まだ、ネットが悪い。あ、じゃあ、もしかしたら違う方が。わかんねえや。どうもありがとうございます。ご覧いただいてる1名さん。日本時間は8時でございますね。あ、堀田さんだ。堀田さんでした。堀田さん、おはようございます。ホッタさん嬉しいね、嬉しいですね。なんかよかった、新次郎じゃなくてホッタさんありがとうございます。もういや嬉しいね、おはようございます。朝8時からねご覧いただいて、いろいろとお仕事ね、なんか池袋だったかな、ホッタさんね、なんかね、もともとね、なんか北海道関係ですからね、ホッタさんね、北海道ご出身だったのかな確か。いやね、ご覧いただいていつもありがとうございます。でね、おかげさまでね、今日はいろいろと頑張らせていただきました。うん、で、まあ、とりあえず、ボーノロマネで、テイスティングやって、明王神ミュゼ、明王神ミュゼさん。終わった後にですね、明王神ミュゼでね、ワイン買いたくなったんで、で、明王神ミュゼのワインはどこで売ってるんですかって聞いたら、ニュイサンジュルジュに、その近くにあったんですよ。うん、ね、いいカーブがあるっていう。ご紹介いただきましてね。行きましたよ、そこにもう、すぐね、行きました。ね、行ったじゃん。10分もしてる。やばかったね、すっごい近くにあったんですけど、あれはね、ワインラバーっていうかブルゴーニュ好きな人間は行っちゃダメな店だったね。あれはあのおすすめしたくないですね。まああるニューシタンジュにあるワイン屋さんなんですけど、すごくて、もうポンと出てきたそのリストがあるんですけど、はい、そのリストをピラッ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 見ていくと、これやばいなって。でもほとんどね、
もう売れませんっていう感じでダーッと乗ってたんだけど、そこでこれってこのヴィンテージ的にこれ結構バックヴィンテージ系になってるんだけど、アタシビジは入ってないのって聞いたら、実はあります、うん、っていうか一回ちょっとデータ見直すからちょっと待ってって言われて、ここ待ってたらちゃんとあってさ、買っちゃったもの。最初でもちょっとね、マダムが割とちょっと塩対応、最初ね、マダムね、塩対応だったね。でもね、後からね、すっげーね、砂糖だったね。ムッシュが効くね。ね、ムッシュ。ムッシュ。あのね、ワイン好きムッシュやばかったね。だからね、でもね、俺ね、あのね、奥さんね、途中からね、すごい友達になってたからね。そうそう、あの奥さんも途中からもうシュガーでしたね。シュガーだったね。シュガー対応でした。もうね、本当にね、あそこ良かった。なんか最初に多分なんか変、あそこは良くないです。ね、あそこさ、あのね、びっくりするぐらいなところなんだけど、はい、こう行ってこうどん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 話していけばすごく良くて、すごいですよ。だからあの奥さんがやっぱりこいつは買うぜと思ってから、うん、あのね、息子か何か、うん、わかんない、正直なところだけど。すごい対応良くなりましたもんね。終わったね。最終的に一本おまけしてもらいましたからね、うん、買っちゃったもん俺ね。正直にあそこでね、アルマンルスを買おうと思ってなかったよ。あ、行っちゃいましたね。行っちゃった、アルマンルスを買っちゃったんですよ。アルマンルスのクルドラロッシュだよ、2017年。聞いちゃいましたからね。ね、俺さ、もうリストの中でもうないって書いてあったから、2016年アルマンルソー、え、16年じゃんこれと思ってさ、デュハブアルマンルソーって聞いたらさ、いやーよかったっすね、正直ね。いやでもね、あのなるべくバレたくないなと思って、あそこの場所はね、ほんとに素晴らしいところ。ほんとさん、あの今度もしどっかでオフ会としてお会いすることがあれば、そのニューサンジョージの美味しいワインを買えるところをご紹介しますので、はい、ぜひちょっと会った時に聞いてください。正直めちゃめちゃ良かったです。ね、あ、シンジは寝た。安いし、もう安いというかもう適正価格というか。安っ、まあね。うん、で、物が、チョイスがいいです。もうよかった。うん。アルマンルソー、俺買ったら17年だから。17でした。16じゃなくて17です。で、正直16よりも17の方が、まあ俺は好きだけど、でも今回16年っていうもののテイスティングで、どれだけテールトロワールっていうものの表現が面白いかっていうのは、まあでも生産者によるかな。うん、なかなか、まあ、でもちょっとね、そうです、楽しめた今日の一日でございました、はい、ちょっとその話をまた話しましょうね。いろいろ話があります。で、もうね、で、くると今日並んでるワインたちがいろいろと買ってるものがあったりするんですけど、とりあえずそれを頑張って飲みまして、買ったりとかして、ショップで、あとね、ルフレームも買っちゃったね。ルフレームも買いましたね。ドメーヌルフレーム、ドメーヌルフレームだぜ。で、残りが、ルーゴーニュブランとフィルニーマラッシュブランなんですけど、両方とも残りがね、2本。ほとんどなかったんですけど、でも全部ソールドアウトになってて、聞いたらあったんだよね。聞いたら、そう、違うヴィンテージがあったんですよね。2016年が終わってて、その表、価格表が更新されてなくて、2017年はあるかって聞いたら、あったね、2本ずつある。あれはすっごくラッキーだったね。で、2本ずつ買っちゃいましたね。あそこは実はあるっていう。でも正直この時期に行くよりも、なんか時期っていうか、なんかタイミングが合えば買えるようなイメージがあるね、あそこに関しては。あそこはもうおすすめじゃないですね。で、そこでそこで、僕たちは白、まあ赤か、まあいろいろと実は買ってはいるんですけど、今晩はこのちょっと面白いパステルグランを飲んで、パステルグランなんですよ。パステルグランをちょっとあえてね、俺たちね、考えてたパステルグラン、ベストパステルグラン何かなと思って、で、いろいろとちょっと
探求しているところではあるんですけども、そのうちちょっとまあ安くて美味しいしということで今回選んでこれを選んでみております。でちなみにこの2016年のギオミシル日本じゃもうなかったんで聞いてみたら、ね、ありまして、ごめんなさいもう眠くて、そうギモミシェル見つけた瞬間に震えたね俺たちは。2016年は寄付がついてるんですよ、うんうん、これがまた素晴らしい。よしじゃあかいつまでもう眠くなってきたからね俺たちも眠くね、眠いですね。これはでも飲みたいですね。そうこれを俺たちはでもこれ全部飲んで寝れるかな。あそうそうあのあ、これは違うよ、これだけこれ一本だけパスして、あとちょっとドメーヌローランとかいろんなもの買いました。はい、ちょっとあね、ごめんなさい本当に眠いんですよ実は。でその後に買い物しまして、今日はですねこの目をかみぜのホテルで朝食をしまして、朝食、昼食のあれは昼食しまして、ランチは俺が作りましたよ。マテ貝買ってね、もうほんと大変だった。ちょっと待てよ、ありがとう。もうね、いろいろとこう、まあ、料理はやってる人間だけど、うん、本当にさっさと作りたいし、でも食材買いたいんだけど、まあみんななんか好きなこと、だから特にね、ズカちゃんは自分のお土産のチーズを買うし、新庄新庄で何かなんかやってるし、お前らどうしてんの結局ってやつで超いいなした、あの買い物した。ありがとう。僕は、ね、特に朝食がそんなね。昼食だろ。昼食がね。食ってたじゃねえか普通に。まあでもうまかったでしょ。美味しかったけど、まあ腹減った後のうらかさんですからね。腹減ったじゃん。じゃみんな腹減ってたんだよ。みんな腹減ったんです、ね。みんな腹減ってた。もうあの時はもう普通にでも僕は目岡水行ってショップ行って目岡水の畑もあるかなと思ったんですけどね。いや無理でしょ。てかね正直よ普通に疲れてるからねみんな。で新次郎さんにも作んなきゃいけないし、もうじゃあちょっとね今日のランチに関してはね俺が多分一番食ってないからね、今じゃあ作ってるランチはね。うめえうめえで食ってたじゃねえかお前。もちろんありがとう、うまかっただろう、美味しかったですよ、美味しそうだろうが。よしだって作ったら食べないと申し訳ない、うまかったな、うまかったろ、うん、まあとりあえずそれ終わってからトロボに行きました。トロボに行きました。シュレレバンドですね。あれもまたなんかコルトまでちょっと下がってきて、あれもトロボやっぱりね、トロボはやっぱりなんか女性的だね今の作りに関して。やっぱりすっごく美味しいよね。純女性的というかピュアで、ね、まあそう、まあやっぱり当初は女性ですしね。うん、なんかちょっとトロボはね迷っちゃったんですよ。ああ、まあ行く時にね道に迷っちゃったっていう。道に迷っちゃった。違うね、Google マップでトロボで調べたらね全然場所が違ったね。ビビったね。全然よく分かんなくて。ありがたいことに、まあ、とりあえずトロボに行ってきまして、でそしてその後にロベール、グロフィエで行ってまいりました。そうなんですよ、朝のね。トロボよかったな。で、みんなトロボはね、まあ、犬にすっごい綺麗じゃん、うん、でもやっぱり掃除って言えるのが綺麗なワイナリーはワインがうまいっていう。そうだね、本当にそれで、そして、ロベール・グロフェイに行ってきまして、うん、もうね、モレ・サンドニーっていうものがね、すごくどれだけいいのかっていうのがよく分かった、うん、そういうところでございましたね。きつい。グロフェイ、めちゃめちゃ、すごい。で、そしたらグロフェイ行くじゃないですか。そしたら、なんかこう、アフリカンガイズが来るからって話だったから。そうそう。え、もうちょっと、俺、南アフリカのやつだって絶対あいつしかいねえじゃんと思ってさ。目岡水のやつがね、また俺たちが待っててやっぱり来てさ、目岡水でまた出会った4名様がね、またね一緒にいらっしゃって、でもそれのおかげでね結構ハイレベルの
正直ね、あのね、ソムリンのこのね、俺たち2人がね、ロベルグロフィーに簡単に入るわけないんですよ。本当にタイミングがよく、その名 の, あの生産者たちが来るから、そこの時間にこう、組み込んでもらえたっていうのもあって。5時半だったんですよ。で、飲んでいた毎日がたくさんあるんですけども、一番最初にね、なんかレザーブルースの隣の畑だったりとか、そしてレザーブルースでしょ。レオドアっていうね、やばいわ、いっぱいあですよ。本当に横にある畑、2018年がね、とりあえず、シャンボルミジにプレミアクリオレオドアの次が、レザムルーズっていう、ちょっとわけのわかんないもうラインナップで、さらに次は、シャンベルタン、クロトベース。クロトベース、2018年。で、次が2016年のシャンベルタン、クロトベース。で、次が、ボトマル。次、ボンヌルマール1993年です。おかしいんだよね。まあその間に2002年のまたね、オードゥアが出たんですよ。ああ、そうだって、もうね、俺がね、こう、うわっとか言って、カッとか言ってるとね、目の前に座ってたね、南安のやつがね、こいつ面白いリアクションするんだってずっと俺のこと見てたもんね。くっそ、漫才師がいるとかね、なんか本当そう、別になんかこう映像は撮ってはいたけど、正直ただただね、出てくる名前がどこか。そうなんですよ。でだ、もう一番最後に出たのがなんだっけ、レザムルースの、レザムルースの77年だったね。それもまたそのね、南アの方のボスがいまして、77年とか78年のね、こう話をしてて、あの時はなんか大変なヴィンテージだなって言ってたら、そしたら77年はすげえいいぜって思って持ってきて、そうしたらね、もう今のそのグロフィエの息子さんかな、あいつ息子だね、がちょっとすんごいワイン好きだそうで、ちょっともう一緒に飲んでたんで喜んじゃってね、ついついね、いっぱい持ってくるよ、どんどん出してくるよ、びっくりしたね、あいつ。それで持ってきたのが1本じゃなくて2本で、88のあのシャンボルミジレサンティエールと、そのレザムルーズ77で持ってきたんですよ。あー惜しい惜しいね、お父さん惜しい。でだ、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 で、そしたら一番最後にね、でもズボシャがね、ワイン飲みたいなって言ってるから、うん、ワインちょっと飲んでっか、余ったワインがあったんで乾杯、みんなで乾杯したいなって言ったらね、何が何で乾杯するかって、いや、まあ、とりあえずズガちゃんはね、このワインが飲みたかったんです。2016年のクロドベーズが飲みたかったんです。これロベル・グロフェシャペタン・クロドベーズです。帰りにこれもう一回ちょっと一杯飲んで乾杯しようって言ったらくれました、くれました。ロベル・グロフェシャンベルタン・クロドベーズですよ。2016年です。16年っていうのが、そう、皆さんね、オフヴィンテージって思ってるかもしれないですけど、すごい味わいがこう、ね、ピュアに伝わってくる、これこそテロワールを伝わってくる素晴らしい、くれたんです、くれました、残ってたから。ちなみにちょっとね、18年と飲み比べたんですけど、最初16年は単調かなって思ったんですけど、飲めば飲むほど、あ、絶対音的に喜ぶのが多いです。ちげえよ、ごめんね、これね、横に広がってるだけだよ。違うんです、それ絶対ちょっと入れた長い時間がなかったんですか。いや、大丈夫です、ちょっと少し、いや、俺がやります、ダメです、これあなたには任せられない、これに関しては。はい、これは喧嘩しますよ。ダメです。いや、ちょ、お前それ使えばいいじゃん。まあ、そこに入れてもいいですか。うん。ああ、うまいな、これに関してやっぱり。うまい。すっごいよね。シャンベルタンクロトベーズですよ。まあ、つまりシャンベルタンですよね、と同格。こんなワインがあるんだよね、やっぱり。旨味がすごいですね。
確かに香りがねこうですよ。隣で新庄が寝てんだよな。もういる機会で寝ております。これですね。これがシャンブレタンクロードベースです。うまいね。素晴らしいな、やっぱり。これをくれたっていうのは素晴らしいです。うん、あーやっぱ目が覚めるマスだな。ちょっと集中しちゃいますね。すいません、これはごめん、言葉が失ううまさなんですよ。これは本当になんだこれは。シャンベルタンクルドフェイスか。あの基本的にそのヴィンテージ限定16年なんでうるさくない、本当にこう静かなヴィンテージではあるなって思うんですけど、表現力に関してはテルワールを本当にきちんと表現してくれてるんだろうなっていうのが伝わってくる、そういうヴィンテージなんですよね。素晴らしい。しっとりときますね。うん、うん、おかしいなこのシャンベタンクロードベースに関しては。これ目が覚めますね。なんだこれって思っちゃうもんな。よっつって怖いですね。これでも一応安定するけど高さが足りねえ、そもそもね。なんかないかな、上に乗せるような。バリラ、うん、鍋ない。鍋裏にしてからこれこう逆さにした方がいい。いや、意味がねえから。もう高さ同じだもん。あ、これをもっと高くしたいんですか。そうそうそう、だってこう、え、何だろうやると思って。いや、これが安定しないのかなって。あ、違う違う違う、ここでさ、皆さんに見てもらうためにさ、意味が分かんない、この、そこにしたダブルのない、このね、やつをね、皆さんにご覧いただけて、かっこ自慢したいんですよ。すいません、ただ自慢です。申し訳ありませんでした。先生、何ですか。あ、先生、先生、あ、こっちに鍋が。本当か先生、これでいいんじゃないですか。あ、あ、先生、そんな、またいいものを。ちょうどいいんじゃないですか。これ、これでいいですか。プロピエっぽくね、こうやってして、うん、でもクロードベースのシャンベタンクロードベースロベールグロフィエいくらだ。いくらだ。高いのは間違いないですね、この、うん、味わいに関してはもう本当複雑なんですよ。ここまで複雑な味わいを、でもやっぱ16年じゃないと今飲んでここまでの表現ってできないんじゃないかな。で、先生が
2016年は9月末に継いで、継いで収穫で、2018年は8月末に収穫。全然同じでしょ、これ。ほら、少ない。どう見ても少ないですね。少ないな。仕事がねえな。しょうがなくないっす。少ないっす。仕事がねえな。ほら、曲げる、これ。曲げるよ、ほら。伸びないよ。ああ、やばいね、これはやっぱり。それいくらするんですか？え、これこれ、まあ、舐めろ。やかましいな。これに関してはどうしようもねえだろ、ほんとに。こんだけうまいワインよくあるの、うん、シャンベルタンクラドベーズってやっぱりすごいもんだね。ロベル・グロフィエ、シャンベルタン・クロベーズ、2016年、言ってるだけで頭がおかしくなる、この文言。あの、それシャンベル、あの、グロフィエって言ったら、シャンブルミティ、レーザムルーズ、そうですね。かなと思ってね。うん、グロフィエって、レーザムルーズで最大の所有者なんですよね。本拠地は、あの、モレサンドになるんですけど、レーザムルーズは、シャンブルミティです。それの最大所有者ですね。隣町の超有名な一級馬だけを持っていらっしゃる。でもレザムルーズをあそこまで有名にしたのでもしかしたらグロフェなんじゃないかなっていうふうに思うぐらいにすごい生産者なんですよ。でもなんだよ。でもあれなんですよね。なんだよ。今回飲んでみて感動したのはちょっとこっちかなって感じました。これはすごく美味しいよ、そりゃ。けどレザムルースもすごかったし、ボンヌマールもすごかったし、まあ、それはそうですよね。だから、でもグロフィンのレザムルースだけじゃないって、そういうことだよね。そうそう、でもこれがベストってわけじゃなかったでしょ。お前それベストって言ってんの？いや違うじゃん、なんかもういろんな、なんかそれぞれ言ってたじゃんってなったら、別に今回はこれをいただいて、でもこの2016年のなんかその表現力としての面白さがあったけど、俺さ正直一番感動したりとかするときにさ、うまみとしてのやっぱこれはでもだからロベル・グロフェのあれかもね、あの蔵出しのマジックがあったんだよね。それもありましたね、蔵出しマジックがあるんですよ。もう本当に最高の状態のワインがポンと出てきて、最高が77んだよ。それは多分あそこでしか味わえないですよ。同じものの77年を違うところで飲んだとしたら多分違う味わいが違うね、うん、正直俺たちは77年グロフィアレザムルースを他で飲んでも絶対満足はできないね。あれはねやばいっす。あそこで飲まないとダメ、つまりはあの状態なんだよっていう。素晴らしかったちょっとこのいくつかは息子さんのコレクション出してくれたみたいで出てきたもんね、ビビったな。あれはもうレザムルースもすごかったし、あとこれあの、ボンヌマール、あとねボンヌマールおかしい、あとボンヌマールおかしい。息子さんは多分レオ・ドゥ・ドゥを、あのレザムルースのすぐ隣の一級畑が実はありまして、もうほとんどレザムルースなんですよ。あれもすごく美味しかったんですよね。ああそうですよね、まあそう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 、レザムルース雫はルージェとかでしょ。ルージェだね、あれは確か。でもね、あ違う、ルミエか、そう、あルミエ、ルミエ、あごめんごめん、そうそうそう、ルミエ、ルミエ、なんかあれだっけ、それこそ一番最初の序盤だったよな、ルミエの
第一子とかなんか出たやつだ。そうですね、第一子の方だと。でもこちらのレザブルースを最大に持ってるのはこのねグロフィエさんでございます。いや今日は幸せですね、グロフィエ。うん、あーこのチェスト、もうほんとに寒類ものですね。最初にあのシャンボロムジにレオドワが出て、うん、これはすごいなと思ってね。飲んだ瞬間におかしい、おかしい、おかしいと思ったら、もうほんとにこの上何なんだろうな。はぁ、もうねごめんなさい、ただただと自慢 VTR になっちゃってますけども。でもあれなんだろう、ね、ブルゴーニュのグラスがあって普通にレストラン並みに結構ついてくれるんですよね。うん、普通に堪能しちゃいました。葵さんどうもおはようございます。ただ私たちは今ワインを飲んで楽しんでいる夜でございます。すごいな、いいワインだな。これ素晴らしいですね。これ残しておきたいんですけど、あの新庄さんの新庄さんもそうだよ。今のワイン多分悪くなっちゃうかもしれない。うん、いやこれまた車とかで揺れちゃうと、いやだから起こそうって、起こさなきゃダメじゃん。もったいないですか。どうぞ。今飲まないと。起きないね。俺結構で、結構思いっきり叩いたんだけど。結構お尻を強めに叩いたんですけど、起きないですね。新次郎のケツを俺は思いっきり叩いてんだよ、今。もう一回行くよ。はい。起きました。2発目のフィルだ。よし、ほら、レザーブルスじゃない。グレートシャンベルタン飲むよ。はい、シャンベルタンクロードベース飲みましょう。シャンベルタン、シャンベルタンクロードベース飲むよ。ほら絶対今これを、ね、あ、どっちどっちでもいいんですけど。待ってよしよし、ほら、しんちゃん早く飲もうよ。あずみさん、おはようございます。どうせすみませんね、ここ電波悪いね、やっぱりね。ね、そっちがここはね、新次郎さんと僕です。ここぐらいだったらまだいけんだけどね。がこっち行きますか。そうだね、僕とズカちゃんがこっちに並んだ方がいいのかなけど。あ、でも、あ、こっち行きます。あ、なここにこう行ってさ、こうすりゃいいんじゃないかな。いつもと違う雰囲気で、まあこうするのが得ないですね。あとね、結構ね声を張らないと聞こえないんじゃないかなと思うんだよね。よよし、逆ですね、いつもと。まあいいか、立ち位置逆だからね、違和感あるんだよね。ちなみになんでこの立ち位置が逆かっていうと、そもそも昔からこう撮ってるのもそうなんですけど、俺がいつもあのワインのテイスティング、ズカちゃんすいません、ちょっと見えちゃったさっきチラッとあのやつはこうやってこうやってんの、まあ、こうやってるとやっぱ自然に左に、はいどうもーってのはこういうことなんです。だからズカちゃん絶対こっちに僕のね左側にいるんですけど、今回は、ね、右側にいるんです。慣れると左じゃないと気持ち悪いっていうのがありますね。立ち位置っていうのはやっぱりあるんで、ね、なんかムズムズしますね。まあでも、いいか。
うん、まあ、松屋あるんですけど、甘みではない、この旨味という。うまいな。うん。ちなみに明日からはサンセールです。サンセール11時行かなきゃいけないんだよ。明日も行ける暇はありませんね。明日11時ぐらいで考えなきゃいけないんで、もうそうそう私たち寝ないとですね、明日のいや間に合わないんじゃないかっていう。あ、新ちゃんは寝るね。寝るから寝ます。もう疲れてからね。最近目が悪くなってきて気をつけて、ありがとうございます。これ、出てるのはこのこれですね、こっちの、え、違う あ、こっちが、こっちがぐるぐるしてる、うん、こっちじゃなくて、うん、たまだと思いますよ。ぐるぐるですか。え、ぐるぐるしてますか。あれですか。え、違う、あの、多分あ、今、2枚になってるんですか。うん、ですね、うん、ちょっとお会いいたしましょう。ぐるぐるだったら仕方がないよね。電波悪くなったり良くなったり。あ、なるほど、ね、やっぱりそうなのか。すいません、まあ、こればかりどうしようもねえな。厳しいですね。申し訳ございません。ではまたお会いしましょう。お会いしましょう。ではちょっとね、賛成で会いましょう。よいしょよいしょ。バイチャー。